はい、では私の方からはですね、えー、と機械学習や AI の話をしていきたいと思います。私もデベロッパーアドボケイトですね、皆さんと同じ仕事をやってますと。で、えっ、ー、と、セッションが大体13件ぐらいああではあったんですけども、その中から私がこうビビッときたやつですね、今回チョイスしてきました。で、割とクライドの話はあんまりなくて、どっちかちょっというと、テンサーフローとかですね、そっちの方が多かったですね。 であの今回、の機械学習以外にもいろいろアシスタントとか発表ありましたけれども、全部、やっぱエッジ側の AI、エッジ側の ML、機械学習っていうのがすごくフィーチャーされてたんですよね。これまでグーグルはやっぱクラウド側の大量のコンピューティングリソース使って、そこで機械学習とかがんがん作って、それでなんかこう、面白いサービス出すっていうのが多かったんですが、それがだんだん今や技術が進化して、エッジ側でも、つまりデバイスの中でも、その場で機械学習やるという技術が普及しつつあります。 ですね、でただここでネックとなるのがやっぱ機械学習ってそう軽くないんですね重い処理が入りますで o g l e ではあのご存知のとおりテンサーフローっていうオープンソースのツールを昔から提供していますでもこのテンサーフローをです、ね、皆さん普通に使って何も考えないでこの学習してモデルってやつを作るとたいなんか数百メガバイトとかバカでかくなっちゃうんですよねなんでそれをそのままモバイルアプリだとかあとはラズベリーパイとかちっちゃいコンピューターに持ってこよう,うとすると でできななくはないんですけども私も1回ラズパイに天才フロにのやつをそのまま持ってきたらえ実際画像認識するの2秒ぐらいかかったりとかね重くて遅くてちょっと使いにくいでスマホのアプリなんかに入れちゃったらお客さんがなんか数百メガバイトをダウンロードしなきゃいけないみたいなねこれちょっと使い物にならなかったんですしかもモバイルアプリですとか組み込み系のちっちゃいデバイスだとやっぱりバッテリーの持ち手重要なので CPU の利用率っていうのをやっぱできるだけ下げたいというニーズもありました エッジ側のです、ね、機械学習の課題を解決して、モバイルアプリですとか、エッジデバイスに適した TensorFlow の実行環境を提供するのが、この TensorFlow、l i 下にちっちゃく l i トって書いてありますよね。これは TensorFlow なんですけども、モバイルアプリだとか、ラズベリーパイみたいな小さいコンピューター用に特化したあ、まあ、サブセットみたいな新しい実行環境になります。でこれ使うと、まずモデルサイズがその数百メガバイトっていうのが、ぎゅんと、例えば4分の1とか、それ以下にぎゅっとちっちゃくなる。 でさらに CPU じゃなくて GPU を使ったり、最近スマホ GPU とか入ってますので、ね、ラズパイにも GPU ちゃんと入っているので、そういったものを使って実行スピードも何倍とか、二、えー、桁と倍とかね、速くなるというメリットが得られますと。で、天 e フローライト三3つの環境で動きます、えー。この左、この真ん中、ここら辺からですね、ラズパイみたいな組み込み Linux も動くし、スマホ、Android、iOS でも動くし、あとマイコンでも動く。で、まずはこのスマホの話からしていきたいと思うす。 先ほど菅さんから説明ありましたように ML キットですねこれ使うとまず ML キットそのものに機械学習の機能があるのでそれで済むんだったら一番それが簡単なんですね。ML キットに入っている画像認識の機能を使えばまあこれ例えばこれ犬だとかねあとは先ほどの AutoML Vision Edge 使うともう t e フローライトとか全く考えずにもうクラウド上に画像をアップロードして犬の認識とかまあ簡単にできちゃうのでそれで済んじゃえばもう全然それで OK なんです。 ただしやっぱ用途によってはどうしてもこの t e フローライトまで降りてきてですね自分でテンサ s o ライトのモデルを設計して学習してっていうことが場合によっては必要になりますね。で、えー、とそ,れそういったときにこの t e フローライトを使っていただければこのモバイルの上での簡単に使えるようになります。じゃあどんなアプリが 実現可能なのか、ML キットにはの非常の標準の機能ではできないんだけども、TensorFlowLite で作り込めばこんなこともできるようになるという例として、例えば今回はですね、ダンスライクっていうアプリが公開されていました。これ、まず動いてと見てみましょう。これはまあ単純なゲームで、このダンサーの,この踊りが出てくるんですね。それに合わせて、このプレイヤー、自分もですね、スマホに向かって合わせてこう踊ると、同じダンスをこうやって踊らなきゃいけないわけですね。 でそうすると、このダンサーの踊りとこの自分の踊りがどれぐらいちゃんとぴったり合ってるかっていうのをスコアで判定してくれてすごい単純なゲームなんですが、この中では実は非常に複雑なテクノロジーが動いてます。まずですね、これ、この色分けされてますけどこのように人体を認識して、人体のこのパーツ、これ腕であるとか頭、ボディっていうのをセグメンテーションという技術でちょっと認識してるんですね。で、これをそのプレイヤー、つまり自分とこのダンサーのビデオ、それぞれに2人分、 リアルタイムでで実行してるんですねこれ非常に重い処理なんですね。ディープラーニングのセグメンテーションというのは結構ディープラーニングでも新しめの技術でそう簡単には動かないんですけども、これをスマホの GPU だけでやってるんですね。これはクラウド側の技術、一切使ってないという処理です。で、えっ、ー、と s o r f l ライト使えばこれまで CPU だけでですね、すごいもうバッテリーの持ちが悪くな,な,なってたようなディープラーニングのアプリも GPU を使うことで5.5倍の速さで動くようになりますですね。 でさらに今回の AIA で発表されたのが q u a コ c o m さんの DSP のサポートですと。DSP というのはデジタルシグナルプロセッサーです、ね、の略で、実はこれ昔からスマホに入ってたんですけどもともとはスマホの信号処理用のプロセッサーとして例えば音声信号をリアルタイムに処理したりだとか画像処理とかっていう専用プロセッサーなんですが、実はここには GPU と同じようにいわゆる積和演算、掛け算と足し算を大量に高速に行うための回路が入ってますと。じゃこれ使って AI やればもっと速くなるんじゃないのと。 ということで、コアルコムさんと Google で今回、ですね s o r f l ライトを DSP で動かすという発表が行いました。これ実際使えるのは、皆さんにお使いいただけるのは夏ぐらいなんですけども、これ使うと GPU よりさらに早い13.8倍、6ミリ秒で実際の例えば画像認識なんかが終わっちゃうという発表がありました。今のスマホの話ですね、続いてはラズパイの話、組み込み Linux、つまりちゃい Linux マシンですね、3000円とか5000円ぐらいで。 はい、マシンこれでもテンサーフローライトが動きますよという話です。さっき言いましたように、私がラズパイで2、3年前にテンサフロー、生テンサーフローを動かしたら2秒かかりましたと。それがどれくらい速くなるかという話ですね。で、ここでもデモの,あのビデオをお見せしますけど、これはですね、あのスマホのアプリじゃなくて、AI ミラーっていうこの鏡のデモです。鏡の中にディスプレイが入っていて。 そこにこう自分でこの人が映っていると、そこに眼鏡をかけてくれたり、あとは髪の毛の色をですね勝手に変えてくれたりします。これさっきと同じセグメンテーションという技術が、この鏡の裏側にあるこ、これラズパイじゃないですね、なんかリナックス系のマシンで、これケア OS っていう、なんかこうコスメ系の商品では使われている OS らしいんです。組み込み OS があって、このケア OS の中で、t e n フロライトが GPU を使って、こういったセグメンテーションですとか、 顔のですねえと認識ですね、こういったものをリアルタイムにやっていますと。ですから、こんなものもですねこれまでやろうとしたら Arm のプロセッサー、CPU 上でやる必要があって、こんなスピード出なかったんですけども、今からでしたら TensorFlowLite のおかげでこういった非常にいいパフォーマンスが出るようになっています。さらに、これまで DSP とか GPU の話しましたが、Google はですねさらにその上を行く、もっともっと早いディープラーニング、AI の実行を目指しまして、エッジ用のデバイス、 あのエッジにおける AI 用の, AI のですね実行のために、HTPU、TPU、Tensor Processing Unit という,もうチップも Google がゼロから設計して作っていますと。で、これ今、コーラルっていう、昔、AIY っていうブランドありましたよね、ボイスキットですとか、ビジョンキットとかありましたけど、あのブランドが今、衣替えしまして、コーラルっていうブランドができました。 このコーラルブランドで HTP を搭載した加速アクセラレーション用のボードですね、デバイスを今販売しています。これ、日本でもマウザー JB さんで買えます。今、8000円くらいかな、でお買い上げいただきまして、USB でラズパイですとか Linux につないだり、またはソムっていってですね、これ実際 Linux が動くちっちゃいボードなんですけども、この中にこうサブボードとして乗っかっているバージョンが2つあります。 今すぐ使えるのはこの USB 版ですね。これだったら国内ですぐお試しいただきます。で、これらを使うと GPU よりさらに速いディープラーニングがですね、このちっちゃい Linux の上でも使えるようになる。で、これ、スピードを比べますと、例えば普通の画像認識で比べますと、これはベストになっているのは Pixel3 ですね。Pixel3 の CPU で認識する場合に比べて42倍の速さ。1回の画像認識するのは2ミリ秒です。 さっきは私言いましたように、ラズベリーパイの普通の CPU でやると、まあ、1、2秒、2秒ぐらいかかってました。それが今や2ミリ秒でできるようになっていますじゃあそのデモもちょっとお見せしましょう。これ実際 IO でやってたデモなんですけども、こういうなんか車ですとか信号機ですとか歩行者の模型が上がってくると、どん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 こんな感じでリアルタイムで画像を認識しています。これが大体今、まあ、2ミリまでってないったんですね。これ他のオーバーヘッドもあるので、まあ、10ミリ秒ぐらいで実行しています。60フレームパース感の。つまり ほぼリアルタイムで画像認識できるので、例えば工場で不良品をポン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 こうリアルタイムにはねのけたいだとか、不良品認識、あとは本当にこういった自動運転みたいなところでえもうすぐにリアルタイム認識しなきゃいけないような用途に h t p を使いいただけますと。3, 3つ目のプラットフォーム、マイコン、マイクロコントローラーですね。マイコン、皆さんのご家庭にもですね必ずなんか数個はあると思います数十個あるかもしれません。 例えば炊飯器の中に大体マイコン入ってますよね。あとは湯沸かし器であるとか、えー、あとテレビのリモコンなんかもねちっちゃいコンピューター、これつまりリナックスも動かないようなものすごいちっちゃい CPU がだいたい家電とかに入ってますよね。で、えーまあ、当然ですからリモコンですとか Linux をブートしてるなんか時間なんかありますよね。乾電池で動いてきますからね。だからそこには大体 OS がなくて、もう組み込み系のエンジニアの方が C で書いた生のバイナリーコードがね、アームプロセッサーの上で動いたりするんですけども。 ですから、そういったすごい小さい超消費電力の CPU、コンピューターの上では、メモリもですね大体まあ数十キロバイト、数百キロバイトぐらいしか使えないですね。その何メガもないケースが多いです。ですから、これまではそこで AI を使うという発想はなかったんですけれども、Google のこの t e n s o r f l o w l i t e チームは頑張って、このマイコンの中でディープランニング使えないかということで、開発を進めて、これが t e n s o r f l o w l i t e マイク、ね、ロコントローラーというやつです。これもデモをお見せしましょう。これからですね、yes. あのこれ一回失敗するんですけどももう一回ここのライトがつきますピカッとね <laughs> あのイエスって言うとあの黄色いやつがピカチと光りましたけどこれ単純な音声検知ですねあの音声認識までいかないですなんか文字の認識まであの声の認識までいかないですけども単純なイエスだとかあの OK グーグルみたいなやつに反応してピカッとなんかトリガーを取る。 なんていうことしかできませんが、これ、歴史としたディープラーニングが動いています。実はこのディープラーニングモデル、20キロバイトの大きさなんですね。あの20メガバイトじゃないです。普通何も考えないで音声認識のモデル作っちゃうと、数百メガバイトとかになっちゃいますよね。れが20キロバイトで動いている。ので、はっきり言ってまあ精度もねあんまり高くないですし、認識できるのも本当に非常に少ない単語だけなんですが、でもできちゃう。で、この後、サンプルコードとして画像認識をしちゃうですね。サンプルも200キロバイトかな、あぐらいで提供される予定になっています。 なので、これから皆さんのご家庭のマイコンの上でディープラーニングが動き出すと、例えば日々の生活のパターンを学習して、皆さんのライフサイクルに合わせた何か賢い動作をする家電ができたりですとか、いろいろ応用が考えられるんじゃないかなと思います。続いてはですね、続いては非常にまあ今度はでっかいコンピューター、スパコンの話です。これは私が GoogleIO で担当したセッションなんですけれども、その TPU、テンサープロセッシングユニ s i n という Google が作ったこの専用のプロセッサー、 これを2048個つないだ巨大なスパコンが今回パブリックベータ版として公開してもう皆さんすぐにお使いいただける状態になっています。これクラウド TPU ポットってやつなんですけどもこれ正真正銘スパコンなんですね。スパコンと普通のコンピューターの違いっていうのはプロセッサーじゃないですね。あのコンピューター、警察とかじゃないです。ネットワークが全然違うんですね。<laughs> あのこれ全く同じ服着てて,て、の服のバリエーションのなさがバレバレなんですけども。さっきスティーブ・ジョブススタイルで <laughs>。 であのスパコンが重要なのは通信がめちゃくちゃ早い。普通通信っていうとね、あのイーサネットのように TCPIP、ソフトウェアで通信するじゃないですか。あれ絶対500マイクロビューとかかかっちゃうんですよ。やっぱ CPU でやるんでね。で、スパコンの世界では通信っていうのはもうソフトウェアではやらないんですね。あのもうハードウェアで通信を全部やるので、こっちのマシンからこっちのマシンにコピーするのに 1, ミ1マイクロビューとかなんですよあの。例えば理化学研究所の K なんかはね。 それと同じようなテクノロジーを使って、もう2桁、3桁速いスピードで、その TP と TP の間結んでるので、めちゃくちゃ速い学習ができると。普通、こういう2048とかですね、ノードをぶら下げちゃうと、絶対ネットワークがボトルネックになっちゃって、さちっちゃうんですね、スループとかね。それがなくても、非常にリニアに近いスケーラビリティを提供するのが、この t p p o ツ s でありますと。であ、あ今、ちょっと一瞬でたんですけどあ、あちょっと戻しますね、ごめんなさい。 あのこれのメリットは価格がすごい安いことなんですね、あの普通、スパコンで作ると、理化学研究者さんの計は1000億円トタリーかかってますよね、でミニスパコン、例えば、エヌビディアさんの DGX1、2とか買うと、4000万とかですね、それで 16GPU とかついてますけれども、やっぱりすごい高いわけです、数千万とか、1億とか、数億とかしますけれども、このクラウド TPU ポッツ、32コアはあ24ドルだったかな、つまり3000円ぐらい、1時間当たり3000円で使い始められて、初期投資0円です。 ですから、これおそらく業界で初めての AI スパコンレンタルサービスなんですね。何千万とか何億とか払わなくてもスパコンすぐ使えちゃう。私が実際ポチポチやったときもインスタンス、128コアのインスタンスを作るのに2、3分でもうできちゃいましたね。なのでぜひぜひ、いや、私の学習重いよという方は、クラウド TPU ポットをお試しいただければなと思います。じゃこのスパコンを使って何ができるのかという話なんですが、 あのこれご覧になった方も多いと思うんですけど、こういうね最近、フェイク画像ありますよね、ディープラーニング作った。これは犬の画像が並んでいますが、ここに本物の犬は1匹もいない、全部合成された犬の画像です。こういうあのゴールデン・リトリバーとテリアかなんか,かなの間の画像も全部こう合間を取って作ったりとかね、こういう高品質の,あのディープラーニングで画像生成するときは、のこの場合、512コアを使って2日間、ずっと学習しっぱなしでやっとできたというものです。 そういったものがクラウティー p ーポットで実現できますので例えば今よくお話があるのがですねゲームのお客様ですねキャラの画像を自分の人が描くんじゃなくて AI に描かせてみたいなんていうアイデアは実際これからお試しいただけるんじゃないかなと思ってます。 続いて、ウェブの世界ですね。TensorFlow.js というフレームワークがありまして、これは JavaScript で動く TensorFlow になります。ですので、ウェブのアプリケーションの中でもうサーバーにアクセスしなくてもすぐ動いちゃう。例えば、こんな感じでえと顔の方向の認識なんかもこれも JS の中だけで、ウェブアプリの中でできちゃって、いろんなゲームを作ったり、UI を作ったりできますし、先ほどと同じようにこの人間の体のセグメンテーション、これも JS の中でできちゃいますよと。 さらには自然言語処理、例えば、What is the weather in Cambridge? なんていう自然言語ですね、英語ですとか日本語の文章をこれ数字の羅列に置き換えて、これ要するにやりたいこととしては、ケンブリッジの気象情報を持ってきたいんだなっていうコマンドに変換したりですとか、そういう学習を j s の中だけでできるようになっています。 実際、を使い,いたいているお客様としては、A、B&B 様では、この JS のユーザーインターフェースの中で、個人情報ですとか、センシティブな画像かどうかを判断するモデルが入ってますので、お客さんがなんかやばい情報をですねアップロードしようとしたら、ちょっと待ってくださいと、これなんかよろいいんですかっていうダイアログをポッとこの UI の中で出しちゃって、もうクラウドの方に送る前に検知したりですとか、等々の利用例があります。 あと面白かったのは天才フログラフィックスという新しいライブラリがありまして、これはですね、普通に今、画像認識といったら 2D、2次元の画像の認識ですよね、猫だとか犬だとか、そうじゃなくて 3D のモデルですね、Unity なんかで使っているような、ああいう 3D のデータの画像認識もできるようになりつつあります。これ、猫のモデルですねとか、さらにはセグメンテーションも 3D モデルに対してできます。3D のモデルのここが腕ですとか、セグメンテーションも可能になって で最後、ML フェアネスという話をしたいと思います。いろいろ今回もこういった形で AI の面白い機能をたくさん発表されましたが、Google、え、が、ー、一番力を入れている、あの強調しているのは、そういった AI の新しい機能を世界中のいろいろな人たちに安心してお使いいただけるお役立て、まあ、ヘルプフルな AI を目指すというところが力を入れています。で例えば AI ってです、ね、何も考えずに作っちゃうと、このデータの中に含まれる偏りを反映しちゃうんですね。例えば靴の 絵を描いてくださいっていうふうに言って Google のこのクイックドロープロジェクトで集めたこの線画があるんですけどもだいたい靴っていうとこの上の青いね普通のスニーカーみたいな靴を描いちゃう人が多くってどうしてもこのハイヒールですとかまたはその国ごとにいろんな形の靴があると思うんですけども文化によってえっとその偏りが出てきちゃうんですなので結果そういったデータで AI を作るとこの下の方のハイヒールの画像は靴として認識されにくくなったりするわけですよね。 そういう AI の偏りを防ぐために Google が1つやっているのは Open Images Extended。Open Images っていう画像のです、ねえー、と学習用のデータセットがすでにあるんですけども、大体これまでの画像データっていうのは欧米を中心に集められているので、例えば日本の結婚式の画像を見せてもウェディングって認識されなかったりとかそういう問題があるんですね。このデータセットは インドですとかアフリカですとか中近東なんかを中心に集められていますのでそういった世界中の方々で偏りなく AI を作っ使っていただけるデータセットになっています。 もう一つフェアネスインディケーターというオープンソースツールも公開されています。これは出来上がった AI 機械学習のモデルがそういった文化ですとか性別ですとか年齢といった違いによって偏りがあるかどうかというのをきちんと検証するためのツールこれは Google 社内ではです、ね、そういったことを昔から実行されてますけれどもそれを皆様にもお使いいただくためのツールを提供しています。 はい、でこんな形で、この ML フェアネスという考え方ですねこれ、Google が掲げる AI の原則、AI プリンシプル、この2番目にですね、AI によるこのバイアス、アンフェアバイアスの発生を避けるです、ね、という重要な考えの一つになっております。つまり、Google というのは単純に便利なものを作るだけじゃなくて、いかに世の中にとってヘルプフルな AI を作れるかということに注力しています。はい、という感じで、私からは以上になります。